ようこそ、今日はオラクル EBS 用の b リ i ツ z v ポートのインストール方法をお見せします。b リ i ツ z v ポートのインストールは webpg.genetics.com のインストールガイドに詳しく説明されています。ここで b リ i ツ z v ポートに行き、インストールガイドを確認してください。ここに詳細なインストール手順があります。まずは前提条件、次にインストール、そしてポストインストールのセットアップ、最後にはインストールログで警告が出た場合のトラブルシューティングのセクションがあります。 導入セクションでは手順の概要を見つけられます。アプリケーションソフトウェアをダウンロードし、オラクルの AD スプライスプロセスを通してカスタムアプリケーションを作成します。そしてインストールスクリプトを実行します。現在のシステム構成によっては、例えば統合 SOA2A のための設定ステップが必要になるかもしれません。すでに使用している場合は必要ありません。 カスタム PLL についても同様で、急にカスタム PLL に修正を加えている場合は、b リ i t z r e p o r t i n s t a l l l o g に警告が表示され、手動で変更を加える必要があります。最後にアプリケーションのセットアップがあり、これは主に b リ i t z r e p o r t のアクセスプロファイルオプション4を設定し、どのユーザーが b リ i t z r e p o r t のどの機能にアクセスできるかを制御し、ナビゲーションメニューに b リ i t z r e p o r t を追加することです。 その他にいくつかのアプリケーション設定があります。ではまずソフトウェアのダウンロードから始めましょう。ダウンロードページに行き、ダウンロードフォームに記入します。自動入力されているものがあります。会社名、OK。このフォームを送信するとダウンロードリンク付きのメールが届きます。 そのメールのリンクをクリックすると自動的にソフトウェアがダウンロードされます。以前にもそれをやっていて、ダウンロードしたファイルを Genetics の新しいフォルダにアプリケーションさ br 小に置きました。このスクリプトはアプリケーションのオーナー、Apple ネージャーとして実行する必要があります。ホームディレクトリに ngenetics というサブフォルダを作成し、そこにファイルを抜きました。では、インストールガイドに再度戻りましょう。 最初のステップはダウンロードをしましたんで、次は AD Sprice を通してカスタムアプリケーションを作成します。このプロセスはここで説明されています。AD Sprice a ラ,ラクル標準プロセスを使用しますが、それには制御ファイルの作成が必要です。例えばどのアプリケーションが作成されるか、どのアプリケーション ID が使用されるかなどを定義します。これらの制御ファイルはすでに準備してあります。これらはテキストファイルであり、Apple Top 管理ディレクトリーに配置する必要があります。 最初のステップは、このレポートファイルを解凍することです。それではこちらに行きます。多くはダウンロードしたファイルのフォルダーです。フォルダーが作成され、そのフォルダーに移動できます。WinSTP で操作した方が簡単です。 作成されたフォルダには adsprice というサーブ h ウォルダーがあります。そして、そこに制御ファイルがあります。これらの制御ファイルには、アプリケーション ID や作成する必要があるアプリケーションに関する詳細が含まれています。ここで確認できます。制御ファイルを AppleTopAdminDirectory にコーポアイし、そのディレクトリに移動して adsprice を実行する手順に従います。ただし、ここではすでに xtc のアプリケーションが作成されているんで、今は実行しません。 ただ、プロセスを説明しておきます。コピーして AD スプライスを実行すると、いくつかの質問がされます。すべて Enter で確認できます。その間にアプリのパスワードとシステムのパスワードが求められます。最後に、環境ファイルを再作成するかどうかが聞かれます。そして、Enter ではいと確認すると、AutConfig が自動的に実行され、すべての環境ファイルが生成されます。 新しい環境を汎用させるには、一番簡単なのは、ログアウトしてセログインすることです。そして新しいカスタムアプリケーションが環境に追加されているかテストできます。最後にアプリケーションティアサービスを提出して再起動します。これは新しいアプリケーションがコンカウントマネージャイアアアプリケーションサーバーに認識されるために必要です。 でこの再起動が必要なため、一部の顧客は別のカスタマーアプリケーションを作成していないのです。イントロダクションを見ればわかるように、カスタマーアプリケーションステップは推奨されていますが、オプションのステップです。例えばサーバーを調子稼働させる必要があるお客様がいてダウンタイムの計画が難しい場合、プリッツリポートを既存のカスタマーアプリケーションにインストールすることも可能です。 そうすると、アプリケーションサー BA のダウンタイムが不要になります。アウトコンフィグを実行した後は、これらのアプリケーションサービー s を再起動する必要があります。これは AD s p ラ i c e プロセスであり、カスタムアプリケーションが作成された後、インストールを実行します。では、導入に戻りますと、インストールはただスクリプト、Script i n s t r u c t i n s r in ACEO のディコンシュマスのフォルダにもあります。 このスクリプトを実行すると、アフターパーツを図れられます。システムのパスワードや WebLogixA バーのパスワードも、アプリケーションサーバーのバージョンや統合された SW Gateway 設定によっては求められることがあります。このインストールスクリプト自体は、ブリッツリポート用のディターベスオブジェクトを作成し、アプリケーションセットアップをロードします。例えば、プロファイルオプション 同時管理、同時プログラムの定義も含め、カスタムブリッツリポート機能等をモロドします。そして、ユーザーインターフェースコンポネントをロドします。例えば、フォームをコンパイルし、古いフレームワークページもロドします。ブリッツリポートには、フォームバージョンと古いフレームワーク HTML ユーザーインターフェースバージョンがあるからです。そして最後に、アップロード機能や、財務周表生成機能に必要な Web サービスコンポネントをロ、 とします。さらにすべての CD レポートがロドーされます。ブリッツレポートは標準で無敗以上のレポートが複数しており、それらもロドーされます。ここでこれが実行されている間にインストレーションガイドに戻り、統合 SOX ウェイ設定についてもう少し説明します。多くのお客様ではまだ設定されてないため、このリンクの後ろに説明があります。 インストールスクリプトが自動的に見出し、システムに何が必要かを教えてくれます。例えば、パッチセットレベルを見出し、パッチセットレベルが十分でない場合、ブリッツリポー p インストー n スクリプト内で警告を表示し、必要なパッチを使用するように案内されます。このブログに従い、リストされたパッチを使用してください。パッチがデプロイされた後、実行するステップがあります。 どこにありますかそれは構成スクリプトそのものです。Oracle には統合 SOH 2 Way の構成スクリプト、つまり p ー r l スクリプトがあります。ちなみにこれもダウンタイムが必要です。アプリケーションサービースの再起動が必要なんで、このためのダウンタイムを計画する必要があります。パッチを使用し、この p ー r l スクリプトを実行し、通常はグローバルユーザーを作成します。グローバルユーザーは責任を持たずに作成されるだけでいいので、理由があって必要とされています。 それはオラクルの都に説明されています。このユーザーはアプリケーションにログインするために使われることはありません。ただそこに存在する必要があります。それでいいんです。責任は必要ありません。ただアクティブであり、パスワードの期限切れがないようにしておくだけです。それで完了です。その後、このグローバルユーザーに対するワークフローディレクトリーサービスの以下検証を実行する必要があります。それが総合 SOH2A の構成です。そしてもう一つのこと、インストールガイドに戻りましょう。 次のステップは、多くの場合、お客様に必要とされるカスタム PLL の更新です。カスタム PLL を機能のために使用しない場合、私たちのインストールスクリプトは自動的に必要な変更を加えます。しかし、多くのお客様はすでにカスタム PLL を他の目的で使用しており、その場合はフォームビルダーを通じて手動での更新が必要です。y o u r s u i これはフォーム開発者及びフォームビルダー、つるへのアクセス権を持っていません。 そのため私たちはしばしばお客様のためにカスタム PLL を更新します。もしこれを行ってくれる開発者に簡単にアクセスできない場合、私たちは非常に喜んでこれを行います。とても簡単ですので。フォームビルダーがインストールされている場合、カスタム PLL を開き、XXXL ライブラリを追加し、それをアタッチします。それをアタッチしたら必要なコード声援が1個あります。 ここにあるこのイベントルチーンに追加が必要です。カスタムパッケージボディのイベント手続きに、そして最後にカスタム PLL をコンパイルする必要があります。コンパイルコマンドはここにステップファイルと敷いてありますので、もし助けが必要ならカスタム PLL を送ってください。メールでもいいですし、サポートページにあってサポートフォームを記入することもできます。それからここにあるチャットアイコンを使う方法もあります。それが通常一番早いです。 では、インストールがどこまで進んでいるか見てみましょう。まだ進行中ですね。言語インストールのステップをやっているところです。もうすぐ終わりそうです。どの言語をインストールしているかによってですが、言語インストールや言語特有のステップも行われます。このシステムでは多くの言語がインストールされています。例えば、これは反対し中国語だと思いますし、言語が多いと少し長くかかるかもしれませんが、 これが最後のステップの一つなんで、ほぼ完了です。見てみましょう。さて、社を終わりましたら、インストールの要約が書かれます。あれ、ちょっと待って。ここにインストールの要約があり、警告やエラーが当たらないんで良さそうです。ただ、中間層キャッシュを機能管理者の責任でクリアするようにというメッセージがあります。では、インストールガイドに戻りましょう。それで、どこでしたっけ 次のステップとしてアプリケーションサービーに移ります。最初にキャッシュをクリアしなければなりません。機能管理者で中間層のキャッシュをクリアしてください。それではアプリケーションにログインしてシステム管理者になります。エロシテツは機能管理者に言ってキャッシュをクリアします。コアサービスのキャッシュフレームは ググローバル設定、すべてのキャッシュをクリアします。はい、ドラこれで終わりです。それでホームに戻りましょう。次のステップとしては、アプリケーションのセットアップを始めることです。次はブリッジポダーアクセスプロファイルのオプションオンを設定して、例えばどのユゼイが開発画面にアクセスできるかを定義します。それではシステム管理者としてログインして、 システムプロファイルオプションに進みましょうブリッツレポートのアクセスを検索します ブリッツセント2をスワイスアドミンを入力するだけです。ブリッツレポートのプロフィールオプションはいくつかありますが、ここで探しているのはブリッツレポートアクセスです。デフォルトでは、サイト上のユーザーに設定されており、これはすべてのユーザーが最低限のアクセス権のみを持っていることを意味します。それはブリッツレポートを使用できるが、セットアップ画面にはアクセスできないことを意味します。例えば SQL を変更するためには、 開発者またはシステムアクセスが必要です。システムは最高のアクセスレベルでアップロード機能の変更も可能にします。今私は管理者としてログインしてるんで自分に最高のシステムアクセスを与えています。それだけです。他に何かありますかこれが最初のステップでした。次にすべてのアプリケーションメニュートーグル PU を要求するプログラムにブリッツレポと機能を追加します。 それはシステム管理者が管理する更新メニューエントリー並行プログラムを通じて行われます。それでリクエストを表示します。新しいリクエストを送信し、名前を入力します。プリッツレポート更新メニューエントリーです。そしてほとんどの場合、ほとんどの場合、これはデフォルトのパラメーターでそのまま実行できますが、 テストシステムなんでナビゲーターの店がトップ10リストにも追加したいです。これでキーボードの E キーを使用してブリッツレポートにアクセスできるんでより便利になります。それが実行中です。通常それほど時間はかからず、初秒から1分くらいだと思います。これが実行されている間に次のステップを見てみましょう。 ステップ3の標高マネージャーの作業シフトです。デフォルトで標高マネージャーは30秒のスリープタイムがあります。それは非常に細いです。ユーザーにとって良いパフォーマンスを得るために、標勢マネージャーの定義に行き、標準マネージャーをクエリします。ブリッツレポート派デフォルトで標準マネージャーの下で実行され、 ここでスリップタイムを5秒に変更します。これはブリッツレポートだけでなくサーバー省の課のすべてもいらクく実行されるので一般的におすすめの設定です。非常に大きなシステムをお持ちの場合はブリッツレポート専用のマネージャーを作成することをおすすめします。でもそれはユーザーが何千人もいる場合だけかなと思います。 それでそのステップを終えたので最後にステップ4に進んでスケジュールをします。次はブリッツレポートモニターの懸念プログラムをスケジュールします。このプログラムはブリッツレポートライセンスから非アクティブなユーザーを記述するために必要です。ブリッツレポートのライセンス版ではユーザー数が制限されていますので、ライセンスが再利用される前に書式されたユーザーを記述するためには、このプロセスを実行する必要があります。 これをスケジュールすることもできます。ではまたリクエストを表示します。それから、さらリクエストを送信します。 プロセス名は、リッツレポートモニターです。デフォルトのままで実行し、毎日スケジュールします。 これでおしまいです。インスートルガイドに戻ります。Like House スのスーテップはライセンスキーです。ライセンス版をお持ちの場合は、ライセンスキーウィンドに行って、ここでライセンスキーを更新できます。で、はインストールでは、ブリッツリポートは自動的にテスト用ライセンスキー。つまり3ヶ月間有効で10人まで使用可能なトライアルライセンスキーをインストールします。さて、ブリッツリポートを確認してみましょう。ちなみに、 新しい Excel アイコンがここにすでに表示されているのがわかるかもしれません。しかしこれは解消になっています。というのはまだブリッツリポートメニューエントリー更新の同時プログラム実行を行っていないからです。この Excel アイコンがすでに見えているということはカスタム PLL 変更が成功したことを意味します。それでは責任を交代しましょう。例えば、 パイガーザーキのスティームでみましょう。パイカスマネージャーに行って、ブリッツレポートを開くことができます。ここにレポートのリストがあります。まず、動作するか見てみましょう。とても簡単なものを実行しましょう。いや例えば、F&、N、アプリケーションです。それは非常に小さなレポートです。ここでステータスが保留中になっているのが見えますね。今、実行中です。そして、処理が完了すると自動的に開きます。良さそうです。 Excel が生成されているんでブリッツリポートは正常に動作しています。それでライセンスキーを表示してみましょう。自分を設定したんで自己ウィンドウに戻ります。プロファイルオプションを使って自分を開発者として設定しました。だからここにセットアップボタンがあります。通常ユーザーはアクセスできませんが当然ながらプロファイルオプションを設定したんでセットアップ画面にアクセスできるんです。そしてここでツールの下にあるライセンスキーを見ると ライセンスキーの情報が見えます。使用ライセンスが主人のユーザーにインストールされており、契約ままで有効です。すべて順調ですね。そして最後にテストすべきことは、統合された s w a g e 2ウ a イが動作するかどうかです。それはアップロードの一つでテストできます。ここに入側にカテゴリーがあります。アップロードカテゴリーを選択して、例えば APIN Voice アップロードをテストします。 そう、そして必要です。正しい責任を払っているか見てみましょう。ビジョンのペリションバッチ名を。バッチ名テストを使用して実行します。ここで再びステータスが保留中、実行中と見えます。そして処理ファイルを生成します。 これはアップロードであるため、マクロが有効なファイル、つまり XLSM です。この機能を使用するためには、マクロ設定を有効にする必要があるかもしれません。例えば、請求書タイプがあります。それにはシビのリストがあります。だからこの死因が見えるのです。動作をテストするにはダブルクリックするか、Enter キーを押すことができます。では、すべてが正しくインストールされている場合、死のリストが表示されるはずです。はい、ここに請求書のタイプが表示されています。 または、例えばサプライヤーを入力することもできます。この位置のリストが表示されるということは、総合されたソイ技術ツウェイが機能していることを意味しますね。つまり、ブリッツリポートが正常にインストールされ、使用準備が整ったということです。モつが異問題が発生した場合は、ここにインストールログに警告が表示されるのが通常です。その場合は、ログファイル全体を送ってください。そして、ZIP ファイルが作成されます。では、それをお見せします。 こんな感じですね。このフォルダー、インストールフォルダーに ZIP ファイルが作成されます。そこには必要なすべての、はい、これです。この ZIP ファイルには問題を分析するために必要なすべてのログが含まれています。このファイルはサポートチャットを通じて送信していただくのが理想的です。だから私たちのウェブページに行って、 ここでチケットを作成するか、またはここにあるチャットアイコンを使うこともできます。それで、私たちが問題を分析できます。はい、これがブリッツリポートのインストールでした。ご覧いただきありがとうございます。